けの針を見ながら何かが起きないかと祈ってた。一日はテック全然懲りないねって顔されるけど何度でも話したいんだよ。横になりないから照らし次の予定考えてる。なんとか言葉を投げかけようとヒポゼシーして見ながら目を合わせ呼吸整え笑顔を作ってもうまく見せられないんだ。君に振り向いてもらいたい、それが明日の願いだ。練習しながら成長できたと言い聞かせた。いくつになっても僕は大人になりきれないけど死んだパターンを集め見つけたくて、それでも一日終わってく。始まってく。